上司になったので、村上圭ちゃん、うん、村上海賊の娘でありますが、上司どころか、現在軍団長にあっという間になってしまいました。で、今四国はですね、長宗我部もいません。河野は若干残ってます。毛利と、織田が四国に、どんどん攻め込んできてましてですね、今、木津川口ならぬ、土佐沖でですね、村上家一部隊で織田軍と、戦おうとしております。かなりやられて兵数半減してますが、戦います。戦わないとやられるということで、いきます。いきなり話がぶっ飛んで申し訳ありません。はい、いきます。進みましょう。本当に輸出軍、一応、見ておきましょう。我が村上家は村上家家ですはい、独立してます。ですね、菅さんと、辰永さんというんですかね、村上優ちゃん、これはあのうちの妹、ですね、2番目の妹ですね。で、先方、はい、雷神教習奥義一戦、はい、雷神と奥義一戦両方持ってるのどうなのっていう感じでしょうけども、好きなんです、奥義一戦、はい。で九州の、このタッチャン、タッチャンって言ってますけどね、連れてるのは、この人、海賊なんですよ。海賊で、これから成長させたくてですね、ちなみにこのたっちゃんが、旗本、で妹のゆうちゃんが、故障になっております。重点的に成長させたいということで、舞台作りしております。で村上大谷義継、この顔、まずいんじゃない顔、この人、ただれる病気で、ずっとマスクしてた人だと思ったんですが、なんか新説が出たんですかね。近頃すっかりすっぴんですけど で先駆けの週、守りが強なる、スピードが速なるということですが、会場における、海賊の日ではないでしょう。はい、で対象特性で、まあ、まだ失踪ですね。で、次、浮田秀一、失踪と外交術ね。で先方は臨戦ですね。はい、ということで、兵力、まあ攻撃されるとやばい感じはしますが、海の上です。はい、ということで我が、あれ、お市さんがねいるはずなんですけどね、後で加わってくる。行きましょう。来た。私が行きましょう。一生懸命根性してるじゃないですか。あれ。陣田に帰りましょう。敵を吐き出すまでです。やれ。構わない。まずは
私がやりましょう。皆さん、手を貸してください。出しましょう。で、かっちゃん、凝縮、吸収。で、停車しかなかったか。すごい音を言ってますね。飛ばします。で、いいや、一戦でなんとかなる。中に今日あります。わかった、聞きます。皆さん、手を貸してください。で、一気大きいして、これうちの妹のゆうちゃんですね。私だってやるんです。ちょっと逃げ声入ってます。いいでしょう。このくそ、勝ち筋が見えた。やられ、よっしゃ。雷神の餌食になってもらいましょうか。で、プレッシャー相手。圧勝ですね。海の上なら負けません。傷が口、なかったんでね。ちょっとうさはらしてますよ、海でね。失礼します。もう一人遊びは終わりだ。我が方の城奪われました。結構やられてるな、オラに。海水でご命令ください。報告しますね。もうちょっとそのままいきますよ。これが先月の指示ですね。報告しますね。はいはい。で、ほぼ、全自動になってますので、内政は。で、ちなみにちょっと見せておきましょうね。結構すごい顔くれでしょ、うちの、我がいつの間にっていう話だったんですがね、手に入っちゃったんですが、いや、ちゃんと、あれですよ、上層歌舞伎にとどめを刺して、ラッキー、ゲットいたしました。はい。もうほとんど織田家ですからね、これね、この辺ね、もう四国で、北の方、もうよく見えてないでしょう、これね、もう、あれ、毛利がやられてる、織田家だな、ちょっと悔しい、織田家、すごいんじゃない、これ、ちょっと、今、本当は河野とか順番に潰したいんですが、織田家来ちゃったんでね、もうやるしかないですよ。で、陸戦はちょっとあれなんですが、で、赤字財政で頑張っております。早く行くさせてはないですね。行きます。はい、ちょっとゆっくり近づきますよ。工場戦になるのか、海戦になるのか、ちょっとやってみないと、こういう場合わかんないんですよね。やります。よし、海戦いきます。海戦は負けません。はい、兵力一応的見ときましょうね。この人どっかで見た、誰、結構持ってる、結構、特性持ちですね。猛暑持ってる、先駆けの新材種、モータシュで、モータシュで、うわっ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 、もうまっすぐ、この諸井さん、諸井さんです。いきます。はい。一応ね、ダメ、この陣形ダメ。今ね、騎馬、鉄砲、弓、槍っていう仕立てなんで、あんまり射撃強くないんですよね。領地の方が強かったっていう。
光線来た。鉄光線来た。これで決めるぞ。はい。アタキプロで十分強いですね。ちょっとオーバースキルでした。実際にですね、歴史イベントを作ろうのトップは、村上海斗君ですね。ケイちゃん、これやっぱり、鉄鋼じゃなくて、海賊名人タイプにちょいプラスっていう感じの作りにしたいと思いますが、攻めてれば勝手に、土地区域ですね。よっしゃすごい。あ、で、ライジンで、はい、もう一気に行かないと。ちょっと待った、これ距離が遠いのか。皆さん、手を貸してください。ちょっと距離遠いね。これで決まりです。よっしゃ、私は習いかかれ。うちの妹、ケイちゃんより強いんですよ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、いきます。あえぞ、狙え。皆さん、無理はいけませんよ。やってくれるな。もうちょっと、その前にいっぱいいたのに、やつらどこ行った。陸戦になるのか。陸戦か。5000だから、行きましょうかね。もう方位の方がいいかな。逃げたければ逃げなさい。出陣する。うわ、皆さんどうします、こういう時ね。総兵力こっちの方が多いんですが、相手2部隊で、この場合って今城から出たから、これ攻撃扱いになってません。これね、でもこの部隊倒せば包囲で済むんですよね。でこいつら、あれ、あ、毛利と織田が同盟結んでるってどういうこと。ちょっと、このまま、普通に戦って、散々戦やってきたんですね。ご命令ください、報告しますね。これが先月の指示でね、報告しますね。我が軍団、やっぱ織田家強えで、毛利も相手に、毛利が守ってますからね、これね。ちょっと勘弁してほしいですが、ちょっとこの戦だけでも済まし、これどうしよう。これ、甲状腺やっちゃった方がいいかも。ちょっとストップで、甲状腺行ってみます。こっち大砲持ちなんでね、大砲と、モグラがあるんで、あ、これひょっとしてダイレクトモグラ可能じゃないですか。ちょっと試してみます。ダメなら、あれですからね、あれやればいいですからね。対抗ガンガンってやつね。皆さん、手を貸してください。陣の中から
レベルが上がるとどっちかっていうのこれで決まりです。うまく動かす。諦めてください。早い早い、ケイちゃん、ちょっと嫌がらせ敵にたどり着く前にこれパワーアップ切れちゃうって感じですよね。あー切れたか。あーパワーアップ切れてる。ちょっと、デモグラ、あそっちか。ちょっと作戦を変更いたします、ちょっと長い戦になりますよ。このぐらいかな。あんまり近づくとね、私がやりましょう。大砲で先行は全部使える状態ですのでね。で、ケイちゃんの、あのライジンが門越しに使えますので、ただ防衛じゃないんでどれぐらいでいこうか。はい、届きますね。取り掛かってください。はい、これでそこに敵がいてくれるとありがたいんですけど。敵城門突破しました。我に続け。よしで、モグラで潜り込みましょうね。そうすると城門一つ、壊さないで。城門壊すとね結構削られますからね。こっからダイレクトいけないのかな。皆さん、手を貸してください。贅沢言ってられますね。もう諦めてください。よし、また、あ、何回でも来るんですね、こういう特性っていうの。さて、ケイちゃん、モグラ、あ、なしちゃった。モグラっていうのは、やっぱりその方向は、知らないですね。取り掛かってください。で、縄文一つ分節約というか。はい。続きなさい。よし、瞬殺。あ、もう誰もいない。あ、やつが戻ってくる前に。てかもういるのか。皆さん、手を貸してください。敵縄文突破しました。撫でたやれ、我に続け。いるな。1部隊じゃないの、2部隊。さて、行きますよ。ライジン、私と戦うんですか。はい、で、オーブス戦と研修は中入ってくるからですね。引くぞ。縄文を破壊しました。我らが攻め目に耐えられた。ボブで、私の中で立ち向かおうと。皆さん手を貸してください。まあ、吸収ホーマーソードドロよ。で、突入です。なんていう強さ。よっしゃ、私がやりましょう。なんかすごく強くなんかないんだ。落とし
てもすぐに織田にやられることは分かっておりますが、この織田、ちょっと、行ってみましょう。我ゆけぬ敵です。我が、中身さん、もう、すごいな、これ、これ、籠城戦、違う、北条戦になっちゃうんですよね、これね。進みましょう。で、何か考えてるか、ダイレクト、ゲッソー、あ、違う、また一個手前か。あ、こういうの、ちょっと、実験プレイ、まあ、どうせ、どうせって言ったらいいかですね。届かないところから行って、これ以上、あれ？これ以上なんかできないのか。ここまでか。私がやりましょう。で、行きますよ。スピードアップしますね。海の上ほど速くないですね。人が健康だから早分け持ってるかも。あ、まだダメだそんなに腐してないわ、うちの妹。で、対抗で、あそこ、この門を、この門を対抗で潰せないかと思ってるんですが、ちょっと向きを、このぐらいかな。私がやりましょう。どうだ、対抗なんか微妙にずれる。ちょっと横ずれしてこのぐらいの位置かな。私がやりましょう。対抗ちょっとかかってますか。私がやりましょう。よし。あ、今、敵のあれが飛んできた。よし。最高です。これ、うまくいったらすごいラッキー。縄文を破壊しました。お、いけた。よし、すごい。これ、で、モグラ。あ、あれ？モグラ、モグラ。ちょっと場所変えなあかんかな。私がやりましょう。で、モグラどうだ。モグラいける、いける、いけた。よし。あ、これ結構画期的だと思いませんか、これこれダイレクトとほぼ同じですよね、意味合い的にね。で、中へ入ってしまえば、フル戦法ですからね、今ね。フル戦法の、皆さん、手を貸してください。ああ、もう。陣内を確保しよう。いきます。5。え、敵いない？一瞬。あ、いたけど、来なかった。変な勝ち方しましたが、
いや、結構今の戦すごくなかったですか？これで敵部隊がみんないなくなってるけど、これはどういうこと？大海戦に勝ったのと同じ扱いですかね？この人倒せるんじゃねっていう。あ、ここじゃった。ここによって、ちょっと待っていいですかね、来るかな。表情を始めましょう。これが先月の趣旨ですね。報告しますね。今日坂部さんとこの娘さんですね。はい、あ、すっげえ入ってきてる。で、ちょっとこういうの、あんまりごちゃごちゃやってるとね、めんどくさい。めんどくさいって言ったら怒られる。城を落としたけど、城の前にいる扱いじゃなかったんですかね。これ、籠城戦になりますかね。やってみなきゃ分からない。籠城戦だ。進みましょう。あ、そうか。私、ダイレクトやったから。そうか。我が領内に敵が迫っております。ちょっと早めよ。敵だぞ。あいつが前ぞ。来たね。あ、こっちに来てくれたのラッキー。私がやりましょう。あ、私の部隊はそこから。突撃がある。よし、お願いします。はい、で、あ、よし、奥義戦。はい、ゆうちゃんの奥義戦来ましたよ。皆さん、無理はいけませんよ。あ、で、雷神、これはいい。よし、停車。はい、突撃する上に防御力下がってます。はい、こんなの使えないですよ。あ、いけた。ここまでですね。1641じゃさすがにもう騙し。今回の、
木津川口の戦いならぬ土佐沖の、戦いからの、織田家の城に2つ、潰したというところで、けいちゃん、城に戻ろうと思います。では次のまた大戦で、お会いしましょう。